んにちは、小島春菜です。今回は購入品紹介です。イエーイ。今日はうちのお部屋から紹介しますってことで、見えるかな、なんか休んでる、かわいい、日向ぼっこしてますってことで、天気も良くて、出かけの予定があったりとか、夏休みに向けてお買い物がしたくなるシーズンなんですが、私もいろいろとショッピングしたので紹介していこうと思います。まずはこちらです。黒でお分かりでしょうか。はい、バンクリでネックレスを購入しました。本当に今日買ってきた。今私このダイヤのネックレスをデイリーにつけてるんだけど、ちょっとだけなんか夏の涼しさをプラスしたいなと思ってこちらを購入しました。じゃーん、かわいい。このねピスタチオカラーのグリーンのリボンがかわいいですね。開封していきます。アルハンブラのマザーオブパールのネックレスを購入しました。小さいペンダントタイプのものってなんかあんまりつけるイメージなかったんですけど、夏やっぱこういうマザーオブパールとかシェル調のものをつけたいなと思ってあえて選んでみました。もしねバンクリでこういったものを買うなら、大きい方のヴィンテージアルハンブラが私はいいかなって思ってたんだけど、重ね付けしたかったので今回はちっちゃいサイズにしました。こんな感じ、レイヤードするとどう？あー、かわいい。マザーオブパールの方がゴールドで、ダイヤの方がホワイトゴールドなので色は違っちゃうんですけど、重ねるとこんな感じでかわいい。こういったモチーフのものとかだと夏涼しげに見えるので、この合わせがやりたいなと思って購入しました。箱かこういったちっちゃいポーチで選べるんですけど、ポーチにしました。バンクリは全部かわいくてたくさん集めたいので、またいろいろご紹介します。通り過ぎてた。はい、続いてはこちらです。セリーヌでバッグを購入しました。今年のね夏たくさんお出かけに連れて行きたいなと思ったバッグです。で今初めて開封する。じゃーん、うわかわいい。やばい、今日の服にも合ってる。トリオンフのラフィアバッグですね。すごい夏らしいナチュラル素材のバッグです。セリーヌにはねたくさん夏素材のもの出てて、ラフィア素材のカゴバッグとかいろいろ形があったんだけど、これが一番可愛いなと思ってこちらを選びました。これ去年からずっと狙ってて、去年はちょっと出遅れちゃってゲットできなかったんですけど、今年やっとゲットしました。去年はねなかったんだけど、今年はこの部分がホワイトのカラーがあったので、それもまたファッションに合いそうだなと思って、買えなくてもよかったかもって思った。ここがブラウンのものも売ってます。私白い服とかが多いから、ブラウンよりもこういう方が綺麗めに決まるので、今年私見かけるシーンが多いと思います。こういう綺麗めなワンピでも合うし、あとカラードレスにも合うし、デニムのようなカジュアル系だったりカットソーのアイテムとか何でも合うから、ナチュラルとレザーのコンビネーションが綺麗めに見せてくれるんですよね。ナチュラルだけだと、ナチュラルここだけナチュラルだけだとカジュアルになるんだけど、レザーが入ってることでこういった綺麗めなものとも相性がいいので、コーディネートの幅が広がるアイテムです。トリオンフって本当に可愛いよね。なんかこの顔はめパネルトリオフは可愛いって話。これは夏出番が多そうです。はい、続いてはお洋服のアイテム。最近プラダが可愛くて、プラダで2つお洋服をゲットしました。まずはこちら、プラダのプレートがついているカットソーのタンクトップ。色が絶妙で、この色を見て可愛いと思って購入しました。去年爆発的にこれのオフホワイトのカラーをみんななんかシャツの中とかに着てたり、あとデニムのオーバーオールみたいな中に着てたりとか、レイヤードするスタイルがすごく流行ってたんですが、今年のこのちょっと濃いめのベージュのカラーがすごい可愛くて、綺麗めに着れそうだなと思って私はこのカラーを選びました。白シャツに着たりとか、あ、ホワイトデニムに合わせたらめちゃめちゃ可愛い気がする。ホワイトデニムのサロペットとか合わせていきたいです。そしてもう1点、こちらも同じくプラダの長袖のポロでクロップド丈となります。ここにクラシックな刺繍が入ってます。このカラー可愛くない？白襟に薄ピンクでネイビーの刺繍が入って、この3カラー大好きで、組み合わせがこれでゲットしました。ミニスカに合わせたりして可愛いかなと思って購入しました。
こういったポロシャツとかラガーシャツとかがすごくトレンドでいろんなものが出てるんですけど、ピンクのシャツでプラダってとこがいろんなバランスがミスマッチしてて可愛いなと思って購入しました。続いてはですね、購入品というかお友達からギフトでもらったものなんですけど、こちらです。エルメスのツイリー、ブルーにイエローとかサンゴ系のピンクが入っていて可愛いなと思ったんですよね。友達センスいいなって思ってよーく見たら、私の大好きな初の落とし子が入ってたのこの購入品で、ね、前回かな、私が10万円の初の落とし子をゲットして喜んでいる様子をお届けしたんですが、物議をかましてまして、あれを見たのかな誕生日にこれをプレゼントしてくれて、最初気づかなくて、他になんか詰め合わせみたいなギフトでもらって、めっちゃ可愛いカラーだなと思って家でよく見たら、初の私がいると思ってこれはこの購入品紹介ファンの皆さんいるのこれは報告しないとなと思って今回ちょっと紹介しました。本当に可愛い、しかもいっぱいいる。夏だからね、このシードラゴンの季節になってきましたね。ツイリーはバッグのね、取っ手にくるっと巻いたりとか、これ白ワンピとかの時にハーフアップにしてリボンで髪結んだりとか、ポニーテールで結んだりとかするのにとても可愛いと思います。アクセントのカラーになるので、これからいろいろ活躍しそうです。はい、ということでご紹介は以上となります。気分の上がるお買い物ができました。皆さんも夏のお買い物楽しんでください。参考になったら嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。